メロディアスハードロックバンド THE UNCROWNED の女性ボーカリスト、SHL が癌闘病の末、8月5日に死去したことがオフィシャルサイトで発表された。メンバーの TAKESHIG は、SHL とは毎日連絡を取っていたが8月2日の夜を最後に連絡が途絶えたという。もし私からの連絡が途絶えても家族に連絡を取ること、自宅を訪ねてくることはしないでほしい。と SHL からかねてより依頼されていたため無事を祈りながら待っていたが、8月11日の午後に SHL の母親から連絡があり、8月5日に亡くなり、8月10日に家族葬が行われたと報告を受けた。TAKESHI は、SHL がボーカリストとして素晴らしい声を持っていたことはもちろんですが、彼女はどんな困難にも立ち向かう強い心と、自分が辛い時であっても他人を思いやることのできる優しい心を持った、本当に素敵な人でした。と SHL の人柄に触れつつ、私はそんな彼女を心から尊敬していますし、THE UNCROWNED のメンバーとして彼女と共に活動できたことを誇りに思っています。そしてその気持ちは今後も変わることはありません。とコメントしている。THE UNCROWNED は、9月21日に 2ND フルアルバム、WITNESS をリリースする。このアルバムは2020年夏に SHL が癌と診断され、治療を続ける中で完成させた作品で、哀愁あふれるメロディと SHL の魂の歌声が詰まった全10曲が収録される。なお今作にはゲストアーティストとして TAKESHI の実弟である NAOKIEXTHE UNCROWNED、そして KONTA KUDOH DR が参加している。ネットの声、ニュースを読んで知った方ですが、運命を諦めず、でも運命を否定せずに前向きに生きた方なんだと感じます。歌を聴いてみます。若い方が亡くなるのはとても悲しいですが、今は病気から解放されて自由になっているといいな。でもやはり癌に効く薬の開発を何とかして進めてほしい。この方の DWITTER、拝見していました。ここ最近は日に日に痩せていってるのがわかり、今月頭から更新が途絶えたきりだったので嫌な予感はしていたのですが、いざ訃報を聞くととても残念な気持ちです。子宮癌というと、初期に見つかった方は再発もなく元気に過ごされてる方が多い印象があったので、手に、再発でここまで予後が左右されてしまうのか、とこの方のブログやインタビューを見て痛感しました。進行癌の生存率はまだまだ低い世の中だと思うので、どうか一日でも早く癌が治る時代が来ますように、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。